トルコでの野郎カニエ泥臭くハードな売名このやり方マジで最低覚悟決めて進むマイウェイ。今日はあの NHK からね放送受信料の払い込みのねあの取り立てがすごいからちょっとね電話をします。なんで俺は払わなきゃいけないのかちょっと未だに分かってなくて何回か払ってるんですよ。なんだけどねなんかさあの払ってないとすげえ催促みたいなの来るじゃん。なんでちょっと電話します。この電話は NHK のお問い合わせ専用電話です。ナビダイヤルでおつなぎします。20秒ごとにおよそ10円でご利用いただけます。なお通話料定額プランの対象外となります。お電話をおつなぎしますのでこのままお待ちください。すごいんだよね。なおいただいたお電話見てないんだけどね。録音してんの？うん、大丈夫です。こっちも録音してるんで大丈夫。NHK フレッツ松本でございます。あ、もしもし。なんかあの、はい、放送受信料がなんか請求書がなんかの、はい、何回も何回も届くんですよ。はい。で NHK のてかそもそも地上波自体そもそも見てないんですけどほぼほぼ。はい。はい。NHK 見てないんですけど。あの71,520円とかっていう請求書が来てるんで、お請求書がですね、はい、はい、あのお電話いただいていらっしゃるお客様宛に届いていらっしゃるってことでしょうか。そうです、はい、はい、ご契約いただいて、で前に、はい、あまりにもその払い込み表みたいのがしつこく届いたんで、はい、あのもう払いたくなかったんですけど NHK 見てなかったので、ただちょっと面倒くさかったんで、はい、一回払ったんですね、全部まとめて。いくらだっけな、はい、5万とその後が確か7万8万ぐらいかちょっと忘れたんですけど、はい、これってでも永遠にまたこれ見てなくても請求書が来るんですか。ご契約いただいている上でご請求申し上げておりますので、ご契約を継続いただいている状況であれば今後もご請求ご契約って何なんですか一体。ちょっとその辺分からない。 NHK との受信契約になります。契約は NHK さんとはしてないですよ僕。されていないということであれば受信契約、普通に地上波のテレビはあるんですけど、契約っていうのはなんか書面か何かで NHK の受信料を払うっていう契約書を交わしているってことですか。お手続きとしてはこのようなふれあいセンターでのお手続き、または地域の担当者が伺ってのお手続き、あとはインターネットでのお手続きなどもありますが、何らかの方法でご契約いただいたご記憶は終わりにならないってことでしょうか。ないですね、はい。でまずお客様のご契約をこちらで確認させていただきます。はい。はい、お客様番号お分かりになりますでしょうか。はい、990、はい、いたしました。お名前お願いいたします。横田翔平、40歳。はい。血液型は A 型。お電話口の方はご本人様でよろしいんでしょうか。はい、そうです。はい、ではご住所お願いいたします。はい。なんか NHK と契約を結んでる人に支払いを請求してる。契約とか俺結んだ記憶ないんですよね。いまいち分かってないんですよね僕ね、うん、だから結構詳しい人結構ここで見てる人多いと思うんで教えてくださいコメント欄に。はい、大変失礼いたしました。はい、横田翔平様ご契約を確認させていただきました。はい、平成30年の4月お伺いしていた担当者と新規のご契約いただいていらっしゃったようなんですが、何か担当がお伺いして契約というのにはご記憶ございませんでしょうか。いつですか。平成の30年4月になります。平成30年何年ですかね。2000平成30年ですと、2018年ですね。はい、でそこでしつこくしつこく来たんですよその人が。はい、何度も何度もそのピンポン鳴らしてきて、でもしつこかったんで何なんですかって言ったら、なんかその払ってくださいって来て、はい、でそこでサインをし、そこでなんかサインを書いた記憶はあります。あの受信ができる状況、テレビなどを終わりになって受信ができる状況であれば必要となるご契約になりまして、はい、その後についてもお振り込みをして、ただはい、っていうことは
そもそもそのサインをする前から請求をしてきたわけですよね、僕が。サインをする前から請求が届いていらっしゃったってことですか？そうです、そうです。はい。払ってください、払ってくださいって言って請求が届いて、で、意味が分からなくてしつこいんでサインだけしたっていう記憶は今思い出しましたね、確か。いえ、ご契約いただいた上でご料金が発生してますので、うん、ご料金は30年の4月からお送りしてます。2018年から。はい、そうです。2018年から。はい、受信ができる状況、まあ、テレビをご覧にならないとお話がありましたが、はい、まあ、受信ができるご状況が終わりになるのであればご契約が必要になりますし、いただいてなかったご料金につきましてもお支払いをお願いさせていただくことになります。あ、要するに地上波の番組が見れる、ちょっとわからないんで教えてほしいんですけど、はい、地上波の番組が見れるテレビがついてればもうそこは、支払わなきゃいけないっていうことなんですかね。テレビがご覧いただければですね、はい、テレビが、見れる状態であれ ば, であれば NHK の受信料を払わなきゃいけないと。ご契約が必要になります。あ、だからテレビがついてたから、はい、テレビがついてたからその2018年にしつこく来たってことですよね。その方が契約をしてないから、僕が契約をするようにっていうことで、ご契約いただいていないということで、その受信ができるご状況であればご契約ください、お支払いお願いしますということで伺っていたかと思うんですけれども、この30年の、うん、でも逆に言うならば、じゃあそこにサイン僕がしてなければどういう状況になってるんですか。あ、すごいしつこく来たんでサインだけしたんですけど、でそこからその後すげえ請求書みたいなのが届いたので何回か払ったんですけど、でも払っても払っても、ご契約という認識は終わりにならなかったということでしょうか。ご契約っていうか、僕が聞きたいのは、はい、そこでサインをもししてなければどういうことになるんですか、2018年の時点で。を聞きたいです。サインをしていないというのは契約 していなければということですか。そうです、そうです、はい。契約していなければ、やはりご請求としては NHK の方からお送りすることはできませんので、ご契約をいただいた上でのご請求です。でも地上波のテレビはついてるわけじゃないですか、契約をしてなくても。はい、その場合その後どうなるんですかね。ご契約いた受信ができるようになった時点からご契約は必要になるんですけれども、どうなったかというのは、はい、ってことはあれですかね。じゃあちなみに、じゃあそこで僕がずっとその契約ピンポンピンポン来て契約書にサインしろサインしろって来てたんですけど、じゃあ僕がそれに答えずにずっと仕方してったらそのままなんですか。いえ、その後もお客様にご理解いただけるように訪問ですとかご案内などをお入れしてご理解いただけるように進めていただくかと思いますけれども。あ、なるほど。永遠にじゃあ来るってことですね、その契約をするまでは。受信ができるご状況であれば必要であるということをご理解いただくために活動をさせていただいております、うん、なるほどなるほど、そういうことなんですね。ってことは、まあ、どっちにしてもじゃあ払わなかったら、まあ、契約しなかった地上波が見れる状態で、まあ、NHK は見てないんですけど、ほぼ地上波も見てないんですけど、一応ついてる状態だったら、受信料を払えって形で契約は来るってことですよね。逆にじゃあこれ契約をやめたいんですけどって言っても NHK 見てなくてもそれはダメなんですか。見ないということで解約はできませんので、その設備がなく受信ができないってことであれば契約は必要ございませんので、その場合にはなるほどなるほど、できなくなったか経緯を伺っての詳細を伺っての解約になります。はい、すみません、ちょっと全然僕疎いんでこれ確認なんですけど、じゃあ地上波の一応、まあ、テレビがついてると、で NHK は見てないんですけど契約破棄したいんですけど、では破棄はできないってことですか、今の話は。そうでございます。あ、なるほどですね、承知しました。じゃあもうこれは、じゃあ NHK 僕見てなくてもずっとこれはじゃあ支払い続けなければいけないってことですか。受信ができるご状況が終わりになるのであればということです。今の僕の状況だったら払わなきゃいけないってことですよね。テレビ終わりになる。はい、テレビついてます。はい。はい、それでございます。ってことは永遠にこれを払わなきゃいけないと。ご契約いただいているご状況であればご請求させていただくということになります。なるほどなるほど。承知しました。理解できました。全然分かんなくて、なんでなんだろうと思ってたんで。ご説明不足大変申し訳ございません。でとんでもないです、全然。よく理解できたんで分かりました。はい。ありがとうございます。はい、
からの地上波はというお話があったんですが、はい、今横田様のご契約が BS 放送も含まれたご契約なんですけれども、うん、BS を見てるんですよよく、はい、あ、ご覧いただいてますでしょうか、はい、BS を見ててだほぼほぼ地上波見てないんですよね、はい、で NHK さんとかももう見てないんですよほぼ。そうでございますか、はい、まあ、小さい時よく見てたんで NHK さん自体は好きなんですけどね僕自身は。おじいちゃんとかよく見てたんでいい思い出しかないので、あとそういうスポーツだったりとかやっぱり いいじゃないですか。なんか小さい時よく NHK でスポーツ番組見てた記憶があるので NHK 自体は好きなんですけど、はい、だちょっと分かんなかったのでこの永遠にこれ支払いこれいつになったら終わるのかなとか、あ、だから理解できたので今、はい、大変いたしました。受信料制度について、まあ、詳しいご説明を、まあ、契約時にさせていただいてご理解いただいていなかったということで大変申し訳ございませんでした。とんでもないです、とんでもないです。いや、こちらこそありがとうございます。理解できたんで、はい、お振り込みをしてお支払いいただいていたんですけれども、はい、そのやはりまだいただいていないものがございましたので、まとめた金額になっておりますが NHK の方からご請求書をお送りしております。わかりました。じゃあ、7万1520円お支払いいたします。でこれちなみに月々これいくらなんですかね、支払い金額は。はい、通常ご請求でもし、はい、一番短いご請求2ヶ月からになりますので、はい、2ヶ月でもしご請求書の場合ですと4440円ですね。あ、承知いたしました。わかりました。ありがとうございます。なんかすごく理解できました。はい。で、要はではテレビをテレビがなければ払わなくて解約できるってことですよね。状況的には。受信ができる状況がなければご契約の。ただテレビがついて受信ができている状態だったら NHK 見てなくてもそれは絶対に契約しなきゃいけないってことですよね。承知いたしました。すみません。ありがとうございます。理解できました。大変申し訳ございません。ご連絡先のお電話番号をご登録いただければと思いますので。はい。固定電話ですとか携帯番号をお伺いできませんでしょうか。あ、えっとですね、えっと、はい、ぜ、あ、今ちょっと、080の。では、何かあった場合のご連絡先としてお電話番号を登録させていただきます。はい、わかりました。はい、ご理解いただきましてありがとうございました。はい、すいません。あ、確認なので、わかりました。よく。すいません。失礼します。はい。ご案内いたしました。失礼します。なるほど。そういうことなんだね。なんかねしつこくね来たんですよ、ピンポンピンポンって。でもあまりにもしつこいからサインをしたんだけど、だからそこでサインをしなかったら永遠にそのなんかそのテレビついてますよね、NHK と契約しなきゃいけないですよってのは来てたはずだし、まあサインをしてしまったらもう受信料は絶対に払っていかなきゃいけないと、うん、ということは理解できたんで、はい、NHK ね、僕は見てないんですけど、NHK 自体はね、嫌いでは ないので、僕は。さっきも話したんですけど、結構そういういい思い出か、があるんで、そうだね、受信料の方は、これからもね、払っていこうと思って、今よりもさらに高く、この悔しさ明日に生かす、捨ててから俺はみ出す、今に見とけさらに光る、俺が病院ベッドの上で涙を流し頭を伏せて、こんな姿誰もわからない、わからなくても構わない、自分の心に刻まれてるから。